眠くなってくるな、こいつの声聞くと。大きな男の子ですよって言って取り上げるんかな。なんで手で触らないかん、お前らのペンを。そこまでなんでやってやんなきゃ。まあでも、まあ汚い話ついでにさ、僕さ、自分の、僕便秘気味なんだよね。だから自分のさ、便のさ、最長記録とか持ってるんだよ。僕さ、ガチで言って1メートルぐらいだぜ、僕の最長記録。僕もう、マジ、あれだもん、LINE したもんみんなに。すんごいの出たって。でも去年もこの話した気がするな。最長記録1メートルある。便秘だったんだよね。去年とか特に便秘だった。まあ、慢性的にさ、10年ぐらい便秘に悩まされてるんだけどさ、どうしても。たださ、まあ、最近さ、焼き芋とか納豆とか食べてるじゃん。で、納豆は、焼き芋は焼き芋で、まあ、便秘治り気味ではあった。やはり食物繊維がいっぱい含まれてるのか、まあ、ただ、焼き芋は食べ過ぎてさ、カンピショっていう全身黄色くなる、その、まあ、ルッキズムの自分に対して大きく自的、美的感覚を損なう症状が出てしまったのでやめたんだけど、その後納豆ベースで食生活仕切り直したら、すごく健康的。だよ。納豆は良いね。納豆を万難ご飯にかけて食べてるんだけど、めちゃくちゃ健康的。今は、ほぼ1日か 1.5 日おきかな。なので腸の具合がとてもいい。コーヒーに牛乳入れて飲んだら甘い。甘いかダメなんだ僕さ。甘いコーヒー系が飲めないのさ。まあコーヒーに牛乳入れるぐらいだったら別に甘くはならないかもしれないが、コーヒーはもうブラックで突き通す感じなんだよな。たまにカフェラテ飲んでるけどね、その糖分が欲しい時に、まあ、美味しいよね。たまに飲むよ。だから別に健康的に今問題はないんだよね。1日6時間か7時間寝てるし、あ、普通に寝てるだろ。なんだか周りがさ、僕の周りがさ、腰が痛えなの、風邪をひいたなのに言ってるからさ、また健康にちょっと留意するようになっちゃったよ。つって君らには勝てないか。君らは健康チックだもんな。ご飯はだから1日2杯。